皆さんおはようございます。9月27日今日のエネルギー天気予報をお届けします。はい、昨日もね一日雨でしたけど、今日もね夜中もずっと雨でね、朝もずっと雨ですけどね、どれだけ雨が降るんだろうっていうぐらいね、はい、まあ雨の日もあるのでね、雨は雨のね過ごし方があると思います。はい、よかったらねゆっくりYouTube とかもねご覧ください。はい、今日はセイクリッドアロマカードから1枚引きました。じゃん、これはサイプレスですね。昨日ちょうど月がねヤギ座だったんですけど、まあサイプレスってヤギのイメージがありますね私は。はい、まあこれオイルもサイプレスのオイルね、これまあ、レインドロップでも使うんですけど、私自身もね月がヤギ座なので結構使ってます。はい、まあ、星座ごとにねオイルとかもね時々ご紹介するんですけどね、はい、まあ、よかったらねサイプレスもぜひね使ってみてください。この意味は、思考の波動ですね。こう、まあ、これこう高みにこう上ってる感じですよね。これはまあそのままで高みを目指すっていう意味で、まあ、高い目標を持つとかね、まあ、高みを目指すためにこう、まあ、重たいとねこう上に上がっていけないのでね、こう不要なものをこうすっきりさせるとかね、心を払い清めるとか、そういった意味があります。はい、まあ、今日はね雨なのでね、ぜひお家の片付けとか身の回りのね整理とかそういうのも必要かもしれないですね。はい、まあ、琴の葉は本当に必要ですかっていうね、まさに断捨離の時に聞くようなね、これいりますかこれいらないですかっていう感じでね、こう決めていくのがね大切かなと思います。はい、話がねそれるんですけど、まあヤギってねこうすごく高いところに上がって崖とかでもね上がってるシーンがあるんですけどね、まあこれもそういう意味ですよね、高いところに上がるっていうね。で志村けんのね動物園が昨日で最終回ですかね、また新しくリニューアルするのかもしれないんですけどね、志村けんのそっくりのねヤギさんがね紹介されてましたけどね、前も再放送じゃなくてね実際話題になった時も見て大笑いしたんですけど、昨日もね面白かったです。志村けんにそっくりでね、はい、またよかったらご参考ください。はい、ちょっと話がそれましたけど、はい、じゃあデッキ裏はこれはネロリですね。もうここにね天秤のマークがついてるんですけどね、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、はい、もうそのものですね。今天秤座が太陽の季節なので、まあ、心の陰陽バランス、両方のバランスをとっていきましょうっていうね、バランスっていう意味が出てます。はい、まあよくね表裏一体とかいい悪いとかいうのはどちらでもなくてね、もともとは、はい、まあ一つからこうね分離して、今よく二極化が進むとかね言いますけど、二極って言った時点でね、もうちょっと分離の感覚が私にはねあるんですけど、まあやっぱり統合意識ですよね。こう元々は一つなので、いい悪いとか、まあなんていうのかな、両方あると思うんですよ。みんなそれぞれそのいいところもあれば悪いところもあるし、その悪いところがいいところでもあったり、いいところが悪かったりもしますので、はい、まあそれが特にね他者に向けてだとこうどうしてもね批判したりするエネルギーとかもどんどんねちょっと火星が結構厳しい、またね星からのメッセージ今制作中でね、早かったら明日ぐらいにはねアップできると思うんですけど、はい、批判とかするんじゃなくて、そうだねっていうね広い心を持つこともね大事だと思います。で、まあ、やっぱりね考えてることっていうのは実際思考はねよく現実化するっていう言葉がありますのでね、やっぱいいことを考えるようにしていただけたらと思います。はい、まあ自分をね大好きになって、まあ、自分の好きなところをね一つ一つ数えてみてっていうのが琴の葉です。はい、途中で切れました。はい、素敵な一日をお過ごしください。
はい、では今日の朝読書は、これはね、あの読書というよりは、まあちょっとね、今日はアロマ尽くしでね行こうかなと思って、先日ねちょっとアロマテラピーのね検定ってっていう問い合わせがあったんですけども、申し込みはね、検定の申し込みはあの9月の7日でね終わってます。でまた試験日がね、確か11月の1日ですね今回は、はい、去年の私も今頃申し込みして、あの受けにね行って、はい、見事あの1級をね一発で合格して、あとその後ねアロマアドバイザーっていうのをね、アロマテラピーアドバイザーっていう、ね、資格も取ってね、まあこれあの資格証でね、この会員のカードを出すとねちょっと割引があったりするそうですけど、まああのはい、であの機関紙でねこの本が届けられるので、これはあのサロンにねいつも置いてるんですけど、あの売ってはないと思います。このねAEAJ っていうね会員にならないとこうね届かないので、あの見る機会はねあのなかなかない、まあこういう会員に入ってたら見れますけど、あの普段はね本屋さんとかでは目にしない本ですので、まあぜひねこの YouTube を通してねご紹介できたらいいかなと思ったので、はい、これは夏号でね、もうすぐこれは夏、2020年夏版で、あの秋用がね9月25日発行だからもうそろそろ届くと思うんですけどね、まあちょっと最新号はまだ届いてないので、あの夏号からねちょっとご紹介したいと思います。はい、まあご紹介するって言ってもね、今回の特集で、アロマテラピーにツボを生かす、ね、まあオイルがない人はねツボを押しだけでもいいと思うんですけど、まあ、私ね結構健康オタクというか、これはあのねヒルゼンのね、マルゼンさんでね、マルゼンさんじゃないヒルゼンさんでね、あのマルちゃんっていう方のねお店でツボ押し買いました。これね結構木でできててすごく手触りもいいんですけどね、これをグッグッとこうね押すんですよね。で痛いとこはやっぱ痛いんですよね、こう、はい、まあ、私はあの足をこれで押してますけどね、はい、で、ここの中からねさっき言ったちょっと火星がねちょっとエネルギーが強くなってねイライラすることがね増えるんじゃないかと思って、まあ、そのイライラをね抑えるのにね、手がね、まあ、一番若いあの今だとお伝えしやすいかなと思ったので、このシワができるあのちょっと上のところかな、指の幅 2,3 本分シワのとこからね、まあ、こういう感じで測ってもらって、でそこを押す、落ち着きをね取り戻すことを助けるみたいです。でまあブレンドオイルだとオレンジ3、ラベンダーが2、あとフランキンセンスが2ですね。パチョリを混ぜてもいいみたいですけど、私はパチョリは持ってないので、この3つをねブレンドして使ってみてください。あのこれこのヤングリビングはもうね直でも使えるんですけどね、まあ、あのマッサージオイルとかに混ぜてね、あの分量はスイートオレンジが3、フランキンセンスが2、ラベンダーも2ってね、ちょっとこうブレンドしてね使うとね気分もすっきりしますね。はい、あの結構ね日頃のケアがね大切だと思います。あのいたわる体をねいたわるのはあの、まあ、人にしてもらうっていうのもすごく大事ですけどね、自分で気づいてしてあげないとね誰もしてくれませんからね。はい、で続けてあと、まあ日本のね精油が紹介されてます。まあ夏でね美味しかったシソとかね山椒の精油もあるみたいです。まあ外国のね植物の、あのアロマオイル、あのエッセンシャルオイルとかもありますけど、日本のねあの普通にお家の周りに生えてるものとかもね使えます。はい、あの大体人間に必要なものはねあの地球で与えてるんだなっていうのを感じるんですけどね。はい、シソはあの抗菌作用
とかが優れてるみたいですね。あと山椒ね、今赤い実があの私の家の近くにもありますけどね、うん、これはあの抗ウイルス活性あるそうです、はい、なんか深呼吸ブレンドでね、それこそさっきサイプレスとかねサンダルウッドとか山椒とかをこうブレンドしてね深呼吸するといいですよっていうのがね紹介されてます。はい、あとね歴史とかもねあって、アヌビスとミイラっていうねなんかあのイベントに、出かけられたシンさんナメコさんってねあの漫画家の方でご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、その方のねコラムとかも紹介されてます。はい、ミイラをね作るのにミルラっていうねあの アロマオイルでもご存知の方いらっしゃると思うんですけどね、そのことがねあのいろいろ面白く書かれています。はい、まあ、他にもいろいろ、まあ占いがあったりね、あのプレゼントもね私応募してバスソルトが当たったことがあるんですけどね、あの会員になってすぐね当たったんですけどね、はい、またねアロマテラピーの検定とかをねこう挑戦してみたいなよっていう方がいらっしゃればね、はい、ぜひあのトライしてみてください。あの私はね、まあ、今年インストラクターの、ね、資格も取りたかったんですけどね、まあ、いろいろあの事情でねあの受けてないですけどね今年は、うん、まあ、あとこうね会員になったらねこう年会費みたいなのもずっとね維持していかないといけないので、まあ、たくさん資格取ったからいいいうことでもなくてもね、まあ、アドバイザーとしてね活躍できたらいいかなと今は思ってます。はい、はい、またよかったらねアロマテラピーのこともねあのよくあのお問い合わせいただいたらね私があのお手伝いできたりあのお伝えできたりすることがあればねあのお気軽にご相談ください。はい、じゃあ今日も素敵な一日をお過ごしください。失礼いたします。